平野富次平野富次から1892年12月3日は、実業家。東京築地活版製造所、石川島造船所創立者。長崎奉行所地域人で、世襲の町市を務める八つ豊とよさぶろう根の次男として、長崎引地町で出生。陽名は富次郎和江数え年3歳で父と死別。12歳の時、兄、和一郎の下で、 部屋積みのみであるにもかかわらず、特例をもって、長崎奉行所隠密保護用序盤に採用され、奉行所に出資。1861年4月、長崎製鉄所が落成。再度、特例をもって、長崎製鉄所機関課た見習いとなる。製鉄所御用係となっていた、元木肖像の下で、オランダ人技術者から機械学を学び、エンジニアとしての基礎を築く。その頃、 長崎滞在のイギリス人 AW ハンサードが、英字新聞発行のため新聞印刷伝習を兼ねて、若者を募集。それに応募した、元木肖像一門に加わる。2年間の見習い期間を終えて、1863年3月、長崎製鉄所機関方に任命され、上記搬送輸送船、チャールズ号とビクトリア号の乗組員となる。船長、 元木肖像のもと、機関士として乗船すること多く、関門海峡経由で大阪、江戸を往復する中で、長州藩の上位運動や鹿児島砲撃後のイギリス艦隊の動向視察など、数々の歴史的場面に遭遇。数え18歳の時、絵にあって、長州藩倉屋敷のカモリ・ヨシムラ・タメノスケの養子となり、ヨシムラ・トミジロウと改名。 1864年12月、元木正造が船長を務めるビクトリア号で、江戸から長崎への木と、暴風雨で難破し、八丈島に漂着。全員上陸後、ビクトリア号は沈没。12月末から翌年5月初旬まで、八丈島滞在を余儀なくされる。1866年7月、長崎港内巡視用軍艦、回転丸の一等機関型に任命される。 同年8月、軍艦、海天丸に上艦し、第二次幕長戦争の小倉沖海戦で活躍。将軍、徳川家持の死去の方により、老中、小笠原お行を長崎から大阪まで送り、ついで、将軍の霊宮に随伴して、江戸に向かう。江戸に到着後、軍艦、海天丸が、江戸軍艦所所属となり、軍艦所一等機関士の内命を受けたが、すぐに、 内命取り消しとなる。内命取り消しの理由が、養子先の長州藩関与であると察知し、養子縁組を解消。八木消しその旧姓を継いで、平野富次郎と改名。1867年4月、土佐藩賛成、後藤昌次郎の招きで、土佐藩の蒸気船機械型となる。長崎土佐商会を拠点として、土佐や兵庫を頻繁に往復。同年8月、 長崎の花町で、イギリス軍艦、イカルス号の水夫二人の残殺事件が発生。イカルス号事件と呼ばれる国際問題となり、坂本龍馬率いる海援隊員に、現義富次郎上船の土佐藩船が犯人逃亡法上を疑われる。9月中旬から10月初旬までの間、行動を共にした坂本龍馬と徹夜で国の将来を語り合ったという。 1868年1月長崎駐在の土佐藩三世佐々木三四郎から辞令を受けて土佐藩を去る。1868年2月、長崎製鉄所機関手に復帰。幕府軍艦、朝日丸を兵庫まで開港するにあたり一等機関手として乗り組み、大阪府人の大熊八太郎の面識を得る。新政府直轄の長崎府による経営となった。 長崎製鉄所の新組織で、東取、元木正造のもと、機関型として、製鉄所職員に登用され、1869年1月、第一等機関型となる。同年4月、イギリス商人、トーマスグラバーから買い取った、コスが治む船場の技術担当所長に任命される。その結果、船舶の心臓、修理設備がなく、経営に行き詰まっていた長崎製鉄所に、 大きな収益をもたらす。さらに、縦紙ドックの築造を権限してドック取り立て係に任命され、大規模土木工事を推進、多くの妊婦を雇うことによって、長崎市中にあふれる失業者の救済にも貢献。その間、元締役所、元締役へと長崎製鉄所の役職昇進を果たし、1870年12月、長崎県の官位である、県大族に任命され、 長崎製鉄所の事実上の経営責任者となる。その時、数えで25歳。折しも、長崎製鉄所が、長崎県から工部省に移管されることになり、工部県大、進む山を洋蔵が、経営移管準備として、長崎を訪れ、帳簿調査などで誠実な対応ぶりを高く評価される。長崎製鉄所の工部省移管により、1871年5月、 長崎製鉄所を退職。造船事業こそ自分の進むべき道と心に決めていたことから工事途中の縦紙ドック完成とその後の運営を願い出るが果たせなかった。1871年8月、活版印刷事業で窮地に追い込まれていた元木正造から活字製造部門の経営を移植され、経営方針の見直しと生産体制の抜本改革を断行。 短期間で成果を出す。重要調査のため状況、活字販売の見通しを得る。1872年2月になって、安田古間と結婚し、新居を長崎外浦町に求める。近代戸籍の編成に際して、平野富士と改名して、届け出。同年8月、新妻と従業員8人を引き連れ、東京神台住町に活版製造所を開設。 長崎新宿出張活版製造所とした。同所では、活字販売とともに、活版印刷機の国産化を果たし、木版印刷が大勢を占める中、苦労しながら、活版印刷の普及に努める。政府、府県の布告類や、新聞の活版印刷採用によって、活字の需要が急速に伸長したため、1873年7月、東京築地に移転。翌年、 鉄工部を設けて、活版印刷機の本格的製造を開始。平野活版製造所、または築地活版製造所と称する。事業主である、元木昭造が、1875年9月3日、長崎で病死。大阪活版所設立のために五代友厚から融資を受けた負債を肩代わりして、月部弁済する。1878年9月。 元木肖像没後3年祭を長崎で挙行。東京の事業を元木家に返還。弱し元木小太郎を所長とし、その後見人となる。1885年6月、有限責任株式組織化にあたり、東京築地活版製造所の社長に選任される。1889年6月、社長を辞任。以後、活版事業から一応死を引く。 その間、活字見本帳の発行、フィラデルフィア万国博覧会と内国官僚博覧会への出品、上海出張書集文館の設立、福沢諭吉の要請でリアサ朝鮮国に、ハングル活字と印刷機の納入、ロンドン万国発明品博覧会に出品、新国での活版需要調査など、内外での販路拡大に力を入れる。1876年5月。 活版製造事業と並行して長崎製鉄所時代の同僚杉山徳三郎が横浜製鉄所を借用して機械製造事業を開始したことから経営陣に参加して活版印刷機を製造山尾洋造の要請でイギリス人技師アーチボルドキングを迎え職工頭とする同年10月30日海軍省から石 川島治船場の跡地を借用して、石川島平野造船所を設立。民間用式造船所の講師となる。直ちに、東京築地活版製造所の鉄工部を石川島に移転し、印刷機を含む機械製造を開始。河川用定期水式小型蒸気船を開発して、内国通運会社向けに通運丸シリーズを連続建造。東京で、 唯一のドックを活用して、洋式船舶の修理を行う。多額の投下資本と運営資金を必要とする、造船事業で、殺懲罰と政掃とは一線を隠す立場を取った、ことから、絶えず、資金不足に悩む中、第1国立銀行の渋沢栄一と、第18国立銀行の松田玄五郎から支援を受けて、苦境を乗り越えてきたが、1889年1月、 個人会社を改め、有限責任東京石川島造船所とし、渋沢栄一、梅浦誠一を委員に迎え、常任委員となる。沿海運航用大型蒸気船通り海丸シリーズを建造し、協力者、稲木か助と共に、東京湾内の海運業に進出。1879年12月、横須賀海軍造船所から横浜製鉄所を借用し、 石川口製鉄所の分工場とする。1884年、横浜、石川口製鉄所の建物、機械類を石川島に移設。翌年、払い下げを受ける。1885年3月、海軍省から伊藤奉官、鳥海を受注。1888年12月、公式試運転を終えて、海軍省に引き渡す。日本の民間造船所で建造した。 最初の軍艦となる。傍ら、函館の渡辺熊四郎の要請に応じて、函館機械製造所の設立に協力。新潟の荒川太史にと共同で運輸会社を設立。造船事業と並行して各種陸上設備を手掛け、隅田川最初の鉄製橋東橋の仮設、我が国最初の電動式エレベーターを浅草両運閣に設置。 我が国最初の商業用水力発電所である京都、ケアゲ発電所に、ペルトン水車を納入など、時代の先端を行く製品を、次々と世に送り出す。フランスのドコビール社と契約して、組み立て式系便鉄器と車両類の輸入販売を行い、その応用事例を示すため、現在の山手線を先、渋谷間の土木工事を受けよう。その結果、組立式軽便鉄器を、 鹿島組、足尾銅道山に納入。平野土木組を設立して、日本鉄道会社東北線各所の土木工事を受け負う。その他、横浜創設水道設備の水道鉄管等、運搬請負い、横須賀海軍工廠の各種土木工事請負い、薄い馬車鉄道の鉄器車両の納入など、多くの実績を残す。若い頃から持病を抱えていたが、 1886年5月から、再三にわたりの大一血を発症。種類を断って、西洋に勤め、事業整理と株式組織化を図る。しかし、人に頼まれれば、次々と新事業に手を出し、余暇を楽しむことはなかった。1889年に、東京湾内を運行する各社が合同して、東京湾汽船会社を設立し、取締役に就任。 1892年12月2日、日本橋小舟町の会場で、水道鉄管国産化について演説中に卒業し、翌日、脳一血で死去。満46歳2月であった。東京谷中墓地に埋葬される。葬儀は、親戚総代として、同郷の中村六三郎が務めた。遺族は、妻古間、自助つるい、三女育み。長女イニシエとは、妖精。 自助瑞が相続。法学者、社会運動家で、戦後の世界平和に尽力した、平野義太郎は着村にあたる。東京や中霊園の平野家墓所に、平野富士妃、同管理事務所横に、平野富士君妃、東京大月寺のコンワビルの敷地に、活字発祥の日がある。1918年、15位を追贈された。2016年12月、 長崎署役所絵図から引き地町長品谷の救済地が判明し、平野富士の生家の場所が特定された。平野富士生誕の地被混流有志の会が結成され、2018年11月、長崎県近道福祉会館に平野富士生誕の地被が混流、除幕されて、長崎市に寄贈された。田尻左辺、増意所権現像法番上特使増意年表 B45。 ありがとうございます。